やりたいとか言ったじゃん。やりたいですよ、俺ハンドパイもしたいですもん。あ、そう、はい、本当は、うん、俺チーム引っ張るの好きなんですよ、結構。じゃあハセルさんなんかやっぱすごいと思う、いや俺はすごいと思います。ハスさんは人を見る目がすごいなと思います。毎回ゆうとくんが財布なくしたっていう事件あったじゃないですか。あのブラジルの前な、みんな取られたんじゃねって言ってたんですけど、ハスさんだけ、いやお前はその取られたのが 100% ない、どっかに置き忘れてるっつって、チーム動いたよ、チーム動いたんですよ、動いたんですけど、ハスさんだけは絶対そんなことねえっつったら、やっぱ日本に忘れてただけで、これは難しい。だからアツくんだからこう、俺だったらこうっていうのが多分ちゃんとあると思うんです、話したら。長谷部さん的にはあいつはこう思ってる、はい、でもキャプテンやりたいとか言ったじゃん。